新英検の出題形式、そして問題数が。で、大問1の空所法順問題がなんと7問削除。その代わり、要約問題が登場します。文法問題が出なくなります。要約問題の対策について見ていきたいと思います。重要なのはやはり言い換えですね。まだ始まりました。むてつチャンネルです。さあ、発表されましたね。新英検の出題形式、そして問題数などが、発表されましたので、そちら見ていきたいと思います。そして、やっぱり要約問題で、ね、どうやってやったらいいかってわからない人も多いと思うので、そちらについてもね、話したいと思います。やっぱり、まあ、いろんな講演とかで話してたのと変わらなかったですね。こういう風に対策した方がいいですよとか、要約って大体こういうものですよっていうのと、まあ、正式に発表されたその対策っていうのはあんま変わってなかったんで、はい。そちらも話していきたいかなと思います。はい。まずですね、英検1級はリーディングが41問だったのが35問に減ります。大問1の語句空所補充が3問減りますね。単語7問題で、長文内容1問題は3問削除ということで、32から34、まあ、大問が削られるってことですよね。で、その代わり要約問題が登場します。はい。試験時間は100分で変更はありません。で、準1級は41問から31問にリーディングが減ります。で、大問1の空所補充問題がなんと7問削除ですよ。だいぶ減るよね。で、長文の内容1が3問削除、まあ1つ減るんでしょうね。で、ライティングにこちらも要約問題が加わります。で、試験時間はこの記述の方90分で変更はありません。ただしスピーキングでですね、話題導入文が追加されると。まあこれはそんなに準1級受験者にとっては大したことはないので。続いて2級が38問から31問減ります。で、大問1のその語句補充問題の3問削除で。で、文法問題が出なくなります。文法問題はスピーキングやライティングで測るものだということで、今まであったものがなくなります。そして大問3の B ですね、長文の内容1問題の、まあ、4問削除、まあ、4問付きのやつですね、30番から33番のやつが消えますよと言ってます。で、ただしこちらも要約問題が出てきます。変更はなしということで。まあだから空所補充の問題が減って、長文が基本的に1台なくなって、その分を要約に当てなさいと。だいぶむずいと思うけどな。はい。要約の方が圧倒的に時間かかるでしょうって思うんですけど、そんな空所補充数問と長文1個より大変だと思うんですけどね、要約。で、準2級に関しては37問が29問に減ると。大問1の短文語句補充問題が5問削除だ。で、文法問題だけじゃなくて熟語も削除って書いてあるね。熟語なくなったらだいぶ楽だね。で、大問3の B ですね。はい、長文の語句補充3問削除。まあ、つまり1セットなくなるのかな。で、試験時間は75分から80分に延長されます。はい、5分増えます。問題数はかなり減ってんだけどね。ただライティングがもう1個増えます。これが E メール問題ですね。 E メールの返答っていうのが出てきますので、こちら要注意でございます。で、3級はただ E メール問題が増えるだけというので、試験時間が50分から65分になると。3級になると中学生だからね、大変そうだけどな、長い間座ってんの。じゃあそれぞれのですね、内容です。まず要約問題の対策について見ていきたいと思います。要約問題はエッセイライティングの前に作っていうことでした。1級に関しては、はい、内容、構成、語彙、文法の4つの観点からそれぞれ0点から8点の9段階で評価されて、得点の満点は32点です。で、準1級も内容、構成、語彙、文法で判断されるんですが、0点から4点の5段階で得点の満点は16点。で、2級も内容、構成、語彙、文法なんですが、0点から4点の5段階で全部で16点。はい、準1と同じですね。じゃあそれぞれこれが一体何なのかですね。内容、構成、語彙、文法とは一体何なのかなんですが、まあ内容は設問にちゃんと答えてるかどうかですね、ぶっちゃけ。まあ当たり前ですけど、トピックがあって、そのトピックが何なのかっていうのを分からせなきゃいけないんです。で、これいつも要約問題ですね。まあ僕もライティングの添削やってますから、いつも言うんですけど、まあ、本文を読んでない人、文章を読んでない人にも伝わるように書けてるかどうかっていうのを言うんですよ。これができない人があまりに多すぎる。その文章ありきで要約書いちゃってる人、意味ないですから。その文章を読んでない人にも伝わるように書くんですよ。ただメインポイントをちゃんと伝えられるかっていうのめちゃくちゃ大事です。で、次の構成にも関わってくるんですけど、構成っていうのはまあつながりのことですね。論理的にちゃんとつながってるかっていうことなんで、で、まあ3段落あって、それぞれの段落に書いてある内容っていうのを伝えるわけですね。で、それを伝える時に3つの段落あって、3つに絶対ポイントが入ってるんですよ。で、そのポイントをきちんとつないでいるか。例えばこういうトピックがあります、いい点はこれですっていうのが第2段落目で、第3段落目が悪い点はこれです
ていうのを示すときに、いい点と悪い点があります。例えば、for example みたいなね、あるじゃないですか。ああいうディスコースマーカーとかって言われる、ああいうので繋ぐんです。例えば、いい点はこれです。アドバンテージはこれです。first、1個目これで。in addition、2個目はこれです。で、however とか on the other hand で、悪い点もあります。で、1個目はこれです。2つ目はこれです。みたいな感じです。これあくまで一例ですからね。こういう繋がりをちゃんとディスコースマーカーで示すことができる。まあ、イコール、対比、因果関係とかですね。ああいうので示すことができる。まあ、これは東大の要約を教えてる時にいつも言ってたことですけど、やはりそこ変わらないんだなって思います。で、語彙や文法に関しても、それぞれね、セファールっていう、まあ、位があったりするんですけど、まあ、B2 とか B1 とかって、ああいうやつですね。あのレベルの語彙をちゃんと入れられてほしい。で、文法もちゃんとそういったレベルのものを入れて、で、ミスが少ないようにっていう感じですね。だから許容の範囲、ミスの許容範囲が増えるっていう感じかな。Q が下がるごとに。でもって重要なのはやはり言い換えですね。これいつも言うんですよ。だからそのまま盗んじゃいけない。言い換えて書きなさいって書いてありますから。だから内容がちゃんと伝わるように、そして論理的に書かれていて、言い換えができている。これがやっぱ要約の基本なんですよ。で、これは言ってきたんだけど、いろんな講演のところでも。やっぱ合ってましたね。そのまま行くと。で、いろいろとその発表されたものの中には、言い換えるときに抽象度を高めましょうっていうですね。そう、パラフレーズするときに抽象度を高めるっていうのが大事。だ例えば、dogs、cats とか、チンパンジーズでも何でもいいんですけど、そうやってあったときに、animals ってほら、一気にまとめて抽象的なものにできるじゃないですか。そうすると字数ももちろん減りますよね。だからここですね。こういったことができるかどうかっていうのがやっぱりポイントです。だから要約問題苦手だよって人、すごく多いと思うんですけど、そんなに難しくないですよ、実はね。やっぱね、受験生も多く受けると思うんでね。はい。そう、パラフレーズするってことを意識しながらお勉強していくのが大事ですね。だから言い換えって、まあ僕のね、授業とか普段受ける人だったら知ってる通り、言い換えをいっぱい言うんですよ。これはこう言い換えましょうとかね。これはこう言い換えられるよとかって言うんですけど、ああいう力ですね。まあもちろん過去問ないんでね、ティープの問題とかも利用しながらやっていくといいかなと思います。ちょっと IELTS だと難しすぎるかな。形式も違うし。やっぱりこのパラグラフ前のポイントをきちんと論理的につなげられるか、そしてつなげるときに言い換えられてるか、これがポイントになりますね。で、続いて準2級と3級の E メールですけど、E メールに関しては準2は気をつけなきゃいけなくて、返信をするんですけど、返信するときにですね、メール下線部のところについてこっち側からも質問しなきゃいけないんですよ。これがトイックライティングに似てるよね。こっちから質問をしなさいっていうね。だから答えるだけじゃない、相手からの質問もあるんですよ。で、相手からの質問にも答えるし、こっちからも質問するっていうですね、そういう風になってます。はい、45から55ですね。はい、だちゃんと返答しないと0点になっちゃうかもよとかって書いてますね。すごい。で、ポイントとしては内容、語彙、文法になりますね。はい、内容ちゃんと合ってますか、語彙ちゃんと使えてます、文法合ってますかっていうやつですね。0点から4点の5段階評価で12点で、3級はまあただメール来てそれに返事するやつです。で、これは0点から3点それぞれ内容、語彙、文法が4段階で満点は9点という風になります。はい、どうでしたかね。こういった感じでリニューアルされますので、やったことない不安だっていう人ね、まあいるとは思うんですけどもね、まあ問題がないしね、大変だと思うんですが、やっぱ変わんないなとね。大学受験とかのその要約、ただ日本語で書くことが多いんでね、大学受験はね、それが英語になるっていう感じですね。ぜひともね、頑張ってやってもらえればなと思いますね。また何かね、質問等がありましたら、はい、コメント欄で書いていただければと思います。はい、新英検ね、まあ難しくはならないんだよっていうふうにね、英検は言ってますけど、まあ、要約できない人にとっては結構大変だと思いますね。まあ不安かなと思うんですが、はい、ぜひともね、取れちゃう人はね、そのリニューアル前に頑張って取っていただければなと思います。はい、24年度からですけど、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。